皆さんこんにちは、サイバモエです。新型コロナウイルスの収束はまだ先になりそうですね。お花見を自粛なさってネット三昧の方もいらっしゃるかもしれません。そんなあなたに今回は動画でお花見をする機会を提供します。まずは沼津市斎場入り口にて。はい、綺麗に咲いていますね。桜のことは意識せずにやってきましたが、ちょうど良いタイミングで来ることができました。こういう楽しみがあるから仮想上探訪も続けられるのです。とは言ってもやはりこちらが本命ですから、拝見と参りましょう。敷地に入ってすぐ右側が玄関ホール、そして奥が告別ホール、つまり土間へのようです。作業室、つまり炉裏と思われる部屋には表記がありません。利用者に関係ないからでしょうけど、お子さんとか帰って気になる人はいると思います。お姉ちゃん、この部屋何も書いてないよ。なんだろうね。滑走路があるに決まってるでしょ。新しい滑走場のことをよくホテルのようだと形容することがありますが、ここはオフィスビルのように見えますね。池にはカモがいました。逃げる様子もなく、昼の稼働時にも池を泳いだりしているのでしょうか。名古屋の街中でありそうな風景です。敷地の奥には立体駐車場があります。旧施設がここにあったようですが、敷地の拡張は行わず、駐車場不足は立体化で解決したようです。ちなみにこれが旧施設と思われる写真です。立体駐車場と同じ位置にありますね。ではそろそろ次の目的地に移動しましょう。道中富士山がよく見えました。綺麗ですね。ほんとこういう楽しみがあるから仮想上探訪も続けられるのです。本気で言ってますよ。江戸時代に噴火した時にできたくぼみがよく見えますね。仮想上探訪に来たことを忘れて見とれてしまいました。一瞬だけですが。はい、移動を再開して次の目的地に到着しました。ここでも桜が咲いていました。そして振り向けばこのように白い花も綺麗に咲いています。手前の看板や奥の煙突のことが目に留まらないくらい素敵ですね。写真の構図が看板や煙突だけを意識している？そんなことはないですよ。もちろん花も被写体として撮影しています。取り付け道路にある花壇にはまた別の花が咲いています。待合棟は仮想棟より立派ですね。後から作ったのかもしれません。はい、花や富士山の写真ばかりで、もっと仮想場を見たいという視聴者の方は不満に思うかもしれないので、別の日に訪問した時の様子も紹介しておきます。朝掛けしたのですが、すでに稼働の準備が始まっていました。こんな感じでしっかり利用されていた戸井枝仮想場ですが、市町村合併や老朽化などいくつかの要因が重なり廃止され、現在は更地になっているようです。桜の木は残っているようですが、雑草も生い茂って、この動画で紹介したような光景はもうここでは見られないと思われます。今回は桜と富士山と仮想場2軒を紹介しました。私自身が編集していて楽しかったです。皆さんにもお楽しみいただけたらとても嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方はぜひよろしくお願いします。それではさようなら。